はい、どうもシャンプーのスペです。役に立たない雑学を娯楽として提供する面白雑学シリーズ、今回は政令指定都市についてやっていきます。まあ、そもそも政令指定都市っていうのは何かって話なんだけど、政府がその都市を指定して、指定された都市は都道府県の一部の業務を行うことができるようになりますよって制度なんだけど、まあ、今回の動画では政令指定都市っていうのは大都市の証ってぐらいな感じで考えてもらえればいいと思います。まあ、それで今回は政令指定都市の順番っていうのに焦点を当てて解説していくんだけど、戦前の独来都市っていう政令指定都市の前身みたいな制度があって、東京、大阪、京都、神戸、名古屋、横浜を、まあ、特権を与えたみたいな、そういう制度なんだけど、まあ、それで後に東京市が廃止されて、まあ、今で東京23区みたいな、そういうのになって、まあ、それで独来都市から東京市を抜いて五大都市って呼ばれるやつなんだけど、まあ、その五大都市がもうそのまま戦後に政令指定都市っていう制度ができた時に初代政令指定都市としてまあ指定されたと。まあ、それでこの初代政令指定都市の次に政令市に指定されたのが北九州市なんだよね。なんか札幌とか福岡よりも先に北九州市が二代目政令指定都市になっているのはなんか意外でびっくりするんだけど、まあ、それで昭和40年代中盤ではまあさっき言った独来都市と北九州市が人口100万人超えてたから七大都市として社会の授業で教えてたらしい。まあ、それで北九州市を次に政令指定都市に指定されたのが札幌と福岡なんだけど、これ同じ時に川崎市が指定されてるんだよね。まあ、川崎はね人口は多いんだけど正直大した都市ではないかな。まあ、この地図で黒く塗りつぶした部分、まあ、千葉県の東京に近い部分なんだけど、南から浦安、市川、松戸、流山、まあこの人足しただけでもね、人口140万人弱いるし、もうこれはね、川崎がすごいっていうよりは、これだけの人口郊外で抱えられる東京っていう都市がすごいって感じかな。まあね、ここまで話してきた都市っていうのが、まあ、人口100万人いるか、もしくは行く見込みがないと、政令指定都市になれないっていう旧基準で、まあ、指定された都市。まあ厳密には埼玉市も旧基準で指定されるんだけど、まあとりあえずね、ここまで話してきた都市でちょっと比較をしていこうと思います。人口の方を見るとね、北九州市、だからかつての七大都市の北九州市が人口100万人切ってるっていうのがちょっと印象的かな。あの北九州市は政令指定都市に指定されたから人口は伸び悩んでったけど、福岡市はもう人口が急速に伸びてったから、まあ、すごい対照的だね、この辺は。まあ、この辺りはね、あの社会が大きく変わると、もう都市っていうのが大きく変わっていくっていうのをすごい表している部分でもあるので。まあ、例えば今、ラス炭素とか AI 技術の発展とかで、これからの都市がどうなっていくかっていうのは、まあ、人口予測みたいに全然考慮されてない部分だと思うから、まあ、本当に未来の人口ランキングなんかどうなってるかっていうのは、もう本当にわかんないよ、全然。こういうの見るとね。まあ、それで横浜の人口すごい多いんだけど、まあ、横浜もね、まあ、川崎と同じで、東京のベッドタウンだから人口は多いんだけど、さすがに大阪より増えてもらわないから。まあ、それでも横浜はかなり大都市ではあるんだけどね。まあ、それで、残りの旧独来都市の京都と神戸は、まあ、大体福岡と同じぐらい、福岡よりちょっと少ないぐらいかな。まあ、それで、次はね、まあ、いきなり創生者、まあ、つまりは、経済規模の方を見ていこうと思うんだけど、ね、東京23区を出たら測ったから、まあ、ちょっと、東京都の創生者で107兆円に3分の2をかけて、すんごい雑な方法で推測したんだけど、まあ、ただね、他の都市と比べて、ダントツ1位っていうのは絶対変わらん。やばすぎるよ、東京は。うん。本当に格が違う。まあ、それでね、この表を見て思ってるのがね、札幌と福岡、仙台と広島、名古屋と横浜、京都と神戸みたいな、よく比べられる方の都市っていうのは、ほとんど経済規模が同じなんだよね。それは同じレベル同士のものでしか、行わないっていうのは本当によく言ったもんだなって思わせましたよね、これ。まあ、それで数字の方を見ていくと、横浜が名古屋と同じぐらいで、まあ、それで札幌、京都、神戸、福岡が同じぐらい。まあ、妥当でしょう。ただね、京都なんかはね、都市圏で見るとすごくて、あ、都市雇用圏の方ね、10% 都市圏の方だけど、これがね、さあ、これ、福岡に勝ってるよね、人口もいきなり総生産も。まあ、この値っていうのはもう日本三大都市に次いで4位で、もうかなりの大都市。まあ、これはね、大津とか草津とか、滋賀県の中心部を取り込んでっていうのが、まあ、すごいでかいんだわね。あと、地味にね、神戸も札幌に勝ってて、もうこの辺は、本当に旧独来都市の意地を、なんか感じるところでありますよね。ここから走っていくのは、平成の大合併で誕生した政令指定都市なんだけど、
平成大合併の時に国が合併を条件にして政令指定都市を指定要件を人口70万人以上前に引き下げたんだよね。さいたま市は平成大合併で誕生したけど旧基準で移行したっていうすんごいなんかややこしい都市だから例外として、まあ、他の都市はもう名ばかりの政令指定都市って感じであんまり大都市って感じじゃないかな。静岡市なんかね、合併になんとか集めた人口70万人も最近切っちゃったからね、ほんと悲惨ですよ。もうそのうち令和の大合併とかがあって、さらに政令指定都市が安売りされたりするんですかね。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また、今度